ね、練習会とかもやったんですけど、先月行われた NHK 杯のオイルコンディション見てます。ちょっとね、一人でしっかり投げてみてどんな感じなのか、試してみたいと思います。今日はね、ボールがね、アストロフィジックスしかないんですけど、そのボール1球でどこまでいけるか挑戦してみたいと思います。ちょっとね、練習してみたんですけど、オイルはちょっとね、短めなんですけど、手前にすごいオイルを感じるので、ちょっとね、球が暴れちゃう感じですね。結構ね、レーンの変化が速そうに感じるんで、投げれば投げるほど難しくなるのかなというようなイメージです。では今からちょっと1ゲーム分ぐらい投げていきたいと思います。
はい、多分ワンミス、いや、ツーミスか、ツーミスのダブル1回で180ぐらいですかね。スタートではね、まあ、ちょっとね、だいぶミスはしてしまいましたけど、まあ、スタートだけで言うとそこまでは難しくはないかなと。ただね、テンプレ最後やっちゃったみたいにちょっと出しすぎるとやはりすごい抜けていくんで、そうですね、ちょっと嫉妬は聞きにくいなという感じですかね。で一人で投げててもすごいレーンの変化は早く感じるんで、だから普段大会とかだったらね、結構何人かで投げるんでもっと変化とかはして難しい感じになるのかなというような印象です。実はね、先日もこのコンディションで練習会したんですけど、そうですね、やっぱり変化すごい早かったですね。ただね、結構しんどかったんでちょっと集中力がなくて全然ちゃんと投げれてなかったんですけど、まあ、そのリベンジも兼ねて今日ちょっと投げてみました。今日は、ね、ちょっとあんまりボールもなかったんで、アストロフィジックス1球で投げてましたけど、またね、こういう難しいコンディション、変わったコンディションとかをちょっといろんな新しい球でまた投げ比べとかもしてみたいと思います。はい、今日はね、これぐらいで終わりたいと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。それで僕、Facebook や Twitter などもやってますので、よかったら、フォローなどお願いいたします。それでは今日はありがとうございました。